熱田神宮宝物館は、愛知県名古屋市熱田区神宮1丁目の熱田神宮境内にある博物館。1966年5月に竣工し、同年12月に開館。1968年には、博物館法に基づく歴史博物館として登録された。熱田神宮は、皇室、武家などに加えて、一般庶民からも献納された宝物6000点余りを所蔵しており、それらを参拝者に公開することを目的として置かれている。古新法、刀剣、和経、武学銘、古文書、銃器などに貴重なものが多く、2010年1月現在で国宝、重要文化財に28件95点、県指定文化財に49件81点が指定されている。また、熱田神宮に草薙神剣を奉祭する縁由から、特に刀剣類の所蔵が多く、名刀の宝庫と言われている。詳細は、熱田神宮文化財の節も参照されたい。毎月テーマを変えながら行われる、平常展のほか、特別展、企画展が年に1回ずつ行われる。文化殿2階には、神社図書館として、熱田文庫を構えており、神道、宗教、郷土史などに関する書籍、約3万冊を所蔵する。なお、館内閲覧のみで外部貸し出しは行われていない。また、付属施設として、収容人数400名の講堂や会議室などを備えた熱田神宮文化殿を併設しており、各種文化事業の利用に対して貸し出しを行っているが、利用は数形者に限られる。長さ 25.1 センチメートル、内反りわずか、鎌倉時代。来国俊を輩出した来派は、国行を事実上の祖とし、鎌倉中期よりアータクチ派と共に、山城国で活躍した一派である。年より、来国俊76歳の作と分かり、担当の名手の名にふさわしく磁場の出来に優れ、約700年の時を経ても、その美しさを保っている。古来、熱田の来国俊と称せられる。1911年4月17日に、重要文化財に指定され、その後1955年2月2日に国宝に指定された。総長 94.1 センチメートル、柄長 20.9 センチメートル、鎌倉時代。兵庫定地は平安末期から鎌倉期にかけて、公家や武家の間に成功したもので、帯衆が砂上になり、長覆林を施した形式をしている。総金具は、近藤魚古地に、松と鶴丸文を高彫りとし、鞘の地板も銅文を毛彫りで表している。また、足、柄金物、鐔には鶴丸文を応用した図案が刻まれた華麗な立ちごしらえとなっている。1904年8月29日に重要文化財に指定された。長さ 75.8 センチメートル、反り 2.2 センチメートル、鎌倉時代。国友は、山城国粟田口派の刀工、6人兄弟の長兄で藤林と称し、後鳥羽上皇の5番単野に召されたと伝えられている。罪名の確実なものは、本作の他にわずか2口を数えるのみ。資料価値に加え、優美である姿はまさに古今物の名作と言える。1912年2月8日に重要文化財に指定された。長さ 28.0 センチメートル、内反り。鎌倉時代。神道五穀光は、慶の義満と共に、担当の名手として崇められていた。門下に、幸光、政宗、則重等の名工を育成したとされる。作風は、一見、粟田口風だが、品格ある、地形、金筋をよく表し、贄絵の妙味と強さを加えた点に粟田口との違いがある。本口は、一般的な担当よりも大ぶりであるが、地形、金筋がよく働き、国光の特色がよく示されている。1921年4月30日に重要文化財に指定された。長さ 40.8 センチメートル、反り 0.8 センチメートル、南北朝時代。長谷部派は、新国派と共に南北朝期の山城国を代表する一派である。この脇差しは、国宣が東神宮に参籠して北へ奉納したものと、伝えられている。古来、熱田国宣と呼ばれ、作風堂々として威厳があり、皆焼きの刃文を構成する長谷部派の特色がよく示されている。1911年4月17日に重要文化財に指定された。長さ 35.2 センチメートル、反り 0.6 センチメートル、江戸時代。初代甲継は、新陶器を代表する陶工の一人である。この脇差しは、甲継が徳川家康、秀忠の両御所に召し出されて作陶された。家康より、康の字を賜り、葵紋を切ることを許されたとの履歴を茎に刻し、甲継自ら熱海神宮にこもり奉納したもの。優れた出来に加え、銘文の資料価値高い一ぶりである。1930年5月23日に重要文化財に指定された。括弧内は20名以上の団体割引料金、特別展、企画展の際は別料金。ありがとうございます。